乗ろうとしたりとかギュッと使おうとすればするほど足は使えません。しっかり立っている代わり動きにくい、動けないっていう状態になってしまいます。腹筋も背筋もこの足から離れるように上に使い続けるとですね、体重をかけないような感じです。まだまだ大丈夫ですけど、最後まで使い続けると結局真下まで使うことができます。ではこれを実践で実際のステップでやるとどんな感じかと言いますと、まずはワルツのナチュラルターンですね。予備法から始まってワン、だいたいここでワンって思うとここで固まってしまうので、ワン、ツー、スリーで体が遠くに飛んでいってしまうことがあります。あとはワン、ツー、スリー、ツーを意識しすぎるとここで止まっちゃいますね。なので一個一個ちょっと細かく言うと、まあ、予備法はちょっと一緒に置いておきますが、このワンってついた瞬間に細かい感覚で言うと、腹筋と背筋をあえて体重かからないように上に引き上げます。そしてツーがついたところでもツーのこの踏ん張りを作らないように体を上に引き上げていきます。これを流れの中でやるとこの瞬間までずっと乗っかってないような感覚です。次はオープンナチュラルですね。オープンナチュラルは、まあ、プロムナードから始まるんですけれども、このワン、ツー、このスリーの予備法ですね、ここが一番スリー、ワンという感じでだいたい踏ん張りがちです。高さが低くなっても自分は下には使えません、まあ、むしろ降りてる時ほど上に引き上げておいてそこをスムーズに進めるようにしたいので、出した足の上であえて体を上に引き上げるということと乗ろうとしないことですね。実際はこんな感じです。ワン、ツー、スリー、ワン、ツー、スリー、最後までこの足って決めないで体を上に引き上げ続けて足に乗らないようにする感じです。もう一個よく使うステップですが、オーバーターンをしてそのままターニングロックを行うステップですね。まあ分かりやすいのは本当にこのワン、この左足に自分がしっかり乗ろうとしてしまうんですが、足を出しておいてそこから体を引き上げてここに乗りません。もしうまくこれで乗らないようにできれば、最初の時点でワン、ツー、スリーのこの回転がスムーズにいくんじゃないかなと思います。そこに続くターニングロックもワン、ツー、スリーにならないように、ここはもう感覚的にはさりげなくいくことで足を使う時間が長くなるので、そのまま体の移動は続きまして、結果的にとても進んで見えると思います。タンゴのステップでもこの説明をしてみたいと思います。タンゴはこうスタッカートがあるので、これ本当に止めてる感じがするし、実際そのような表現はするんですが、本当に体が止まってしまうと次の動きに素早く入れません。で、今やりたいのが、2ウォークスからオープンリバースターンですね。まあ、2ウォークスはあまり触れません。スロースロー。で、次の、オープンリバースのクイックスローですね。クイックスローで止まりがちです。そこは止まらずにクイックこのスローって出したところでも、この足の上でも体は乗らずに引き上げておくと、結果スローと言いながら右足も一緒に動くことになると思います。本当にスローで筋肉を縮めてしまうとクイックスロー次のクイックの時にスムーズに動けないので、結果的に大きい動きから離れてしまいます。ここはクイックスローという感じで、途中の足のところがスムーズにいくと逆にスローカウントゆっくり見えますし、動きも大きく見えます。最後は一つピクチャーポーズですね。ピクチャーポーズはその場で止まりますから、移動が止まります。なのですが、ボリュームを出すために深く膝を曲げていきたいとか、そういう意味ではやはり動き続けているので、ここでもガシッと足に乗るような感覚があると良くないです。まずリーダーの場合ですけれども、ポーズとしてはこうですね、はい、この動きを作るときに
しっかり左足に乗ろうとしてしまうとピクチャーポーズだしここで止まらなきゃいけないから、しっかり下に使おうと足に乗ろうと思ってしまうとこの腹筋足に向かっていきますと、この足が自分のことをまた支えようとしてしまうので、ここから下に入ることが難しくなります。ここでも腹筋背筋は上に使い続けることでこの足に負担かけないよと思わせておくと、そのまま下にまで入っていけるので結果的に大きいピクチャーを作ることができます。フォロワーの場合も当然一緒ですね。しっかりこの左足に乗っかろうと思ってしまいますと筋肉がこの足に向かっていってしまうので、この足は自分の体を支えようとしてしまいます。支えるということはここから深くは入りにくい状態になってしまうので、同じく引き上げることで足に負担をかけないようにすることで体はどんどん下の方まで入っていけるようにできると思います。この技術というかこの感覚が身につくんじゃないのかなと思う練習方法をお伝えします。今日お話しした通りのそのままなんですけれども、例えばスポーツジムとかに行ってですね、トレーナーの方にこんなようなトレーニングを教わることがあるかと思います。手は前で組んで足を前に出して、このランジというアクションですね、この動き、はい、これってまあ当然下半身を鍛えるトレーニングだと思うんですけれども、まあ、僕の場合は足を鍛えるというよりもこの出した足にグッと乗らないようにここで逆に上に引き上げて、引き上げることで楽に足が曲げられるかなということを確認します。足にグッと力がかかっている時はかなりきついので、それは間違ったやり方です。どっちの足にも体重をかけた時に自分の体はそこにかからないように逃げ続けると意外と足は深く使えるので、まあ、逆にこれはこの方が足の可動域が大きくなるので、それはそれでトレーニングになるかなと思います。ですがわざと負荷はかけないようにします。このランジトレーニングはいいんじゃないのかなと思います。もう一個は実際のステップを踊る中で基本的にはですね、慣れてないと絶対に足に乗ってしまうし、こう筋力をかけてしまうものだと思うので、一歩一歩間違うが前提で、例えばフェザーステップだったら4-1で、まあまあここで筋肉は下に向けてしまいがちなので、ここで改めて足から筋肉を上に離す、でこういう感覚かというのを学んでもらいます。そこから次の足を出すときも多分力入ってしまうので改めてここから離れます、離れます。一歩出した時点でおそらくそれまでの癖でギュッとしてしまうと思うので、それを前提にそこからついたところから離すっていうのを繰り返していきます。それに慣れていくとこの行動がこの手順が速くなれば、まあ、ほぼついた時には離れている、足から筋肉が離れる方向に使えているということになるんじゃないかと思います。はい、これがですねこの僕の思う足に乗らない、使わないと思う方が結果的に足が使えるという考え方です。僕もやはりダイナミックに動きたいですし、たくさんの距離をスムーズに動きたいと思っています。でもこれをするために当然足はですね使われますし、2本の足がないとこれは不可能なんですが、感覚的には今日お伝えした通りのこう乗ろうとすることによって足が自分を止めてしまうっていう反応がありますので、そこをうまく理解してクリアして自分のイメージとしては乗らないようにすることで結果的に動きが大きくなって、外から見れば足がきちんと大きく使われているなと思えるようになれるんじゃないかなと思っております。これができると踊りがとても軽くなりますし、相手にかかる負担も変わってきます。ぜひですね、皆さんもこう踊りをもっともっと楽に楽しく踊れるようにこの技術も使ってみてほしいなと思っております。